こんにちは、小林幸子です。今日は何やるんだかわからないんですけど、エプロンしてこいっていうことですね。クッキングママ、あ、違う。クッキングババ、あ、間違えました。小林幸子は YouTube ババア。さん、冴えてますね。そうでしょう、今日はね、エプロンつけた段階で、ちょっといい言葉があった。ちょっと予想外でした。まさかクッキングババアがやってくる。さて、幸子さん、はい、まず、ご無沙汰しております。ご無沙汰してる。随分、ご無沙汰ぶりの撮影で。あら、そうね。はい、寂しいね。会えて嬉しいな。いや、はい、もうありがたいことになんですが。そうなの、そうなの。見て、こんな。おで、そうそうそう。これ。これ。こんな大きさなんですよ。こんな大きいの。あ、そっか、井上ちゃん知らないもんね。うん、そう、そこ、今度、今度、今度、これ。等身大以上じゃないですか。そうなんです。等身大より大きいですね、これ。すごいですね、これ。そうなんですよ。いや、これ、ここしか置く場所が逆に今、なかった。だから、あんな、もう、状態の工事になっちゃった。いやいや、すごい。福田千景さん、ありがとうございます。今度 YouTube で撮影したいですね。だからやめなさいって。この間、違うわよ、この間。ちょっと撮ったじゃないうちの、本当にアホエロ部長がさ、ヤフオクとメルカリって言ったのよ。うん、いつ売るんですか、これ。来年来年何が売ろうとしてるそれを見てたんですよ。福田千景さん。それは悪いの。それで私、イエーと思ってメールが来て、あの売っても結構ですよなんて思って、いや、そうじゃないんですって一生懸命弁解していったんです。だって冗談で分かってますよと言われもほっとしたんだけど、僕と部長は本気ですよ。やめてくださいよ。ダメよ。だからね、ちゃんと見てるから下手なこと言ったらダメよ。さて、幸子さん、はい、今日は全然また関係ない話になるんですけども、はい、好きな食べ物はうどんですよね、うん、今日はちょっと日本でも屈指のもう5本指に入るんじゃないかと、超有名で美味しいと言われるうどんを取り寄せました。本当、こちらです。プレミアムってそちらですね、大城屋さんという、お店のうどんになります。で、大城屋さん、有限ですね。有限って書いて、でも私、丸亀製麺美味しかったよ。美味しかったね。飲んだでしょ、食べないで。飲んだ。美味しかったね。美味しかったよりも美味しいかもしれない。まあ、日本屈指の屈指ね、ただ大変美味しいというようなことで、ちょっと今日、幸子さん、大野大好きなので大好き。でもうるさいよ、私も。そのね、うるさいという幸子さんでも、きっと満足していただけるんじゃないかと。こちらの大城屋さんのホームページがまたなんか面白くて、面白い、はい、例えば、この麺3段階50時間熟成しています。ごめんなさい、何も突っ込んでくれなかったの。見えなかったです。見えなかったです。麺、わかりました、はい、わかりました。その麺を3段階で50時間かけて熟成している。50時間、いわゆる2日半ですね。いろいろと、箇条書きで、6項目である中のうち1つがモーツァルト聞いていますっていう、どうでもいい情報が入ってるんですよ。モーツァルト聞いてるって、なんかクラシックを聞かせるうどんに。へぇ、よく聞きますよね。あ、でもお酒もね、東京熟成熟成するときに、なんか私の越後城和っていうお酒は演歌聞かせてたよ。熟成してるラスボスの熟成が。いや、うわ、綺麗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 。3食しか入ってない。ありやすくつけつゆ。つけつゆ。あ、これがぶっかけ。私ぶっかけ食べたい。ぶっかけ食べるとね、わかるの。そう、違う。いや、あなたの違う。うどん占い。うどん占い。気になるな。いわゆるその味の本来の味が。本来の味が。これはちょっと入れ方がね。なんかもうこのまま。アプリ線香みたいな。やめなさいよ、やめる、そんなこと言うの。あ、私が言ってる。ガッドリス大城屋さんに怒られますよ。どうしてもこれをですね、これからちょっと、調理して作ります。で、今回はもう本当にそのままの味を楽しんでいただくために、他の具材はもう一切です、その麺とつゆだけで。そうです。で、幸子さんの忌憚なき正直なご意見を、わかりました、ご感想をお願いいたします。はい、では作りましょうか。はい、では、小林幸子はクッキング。
あちこさんやんなくていいんですよ。やんなくていいよね。というわけで、あちこさん、はい、こちらのさすがお高いうどんだけあってご丁寧に美味しいうどんの茹で方というマニュアルが入っております。あ、ほんと。で、まず、まあ、うどん入れていただいて、このままはい、でそのままあの袋から出してよかった、気づいてくれて気づくそのまま入れてますよ、そのまま違う久しぶりだからはしゃいちゃってすいません。で、麺が沈み、そしてさらに麺が浮き上がり、綺麗。おね、これマッチで火をつけた違う、これ違う、一人線香じゃない、線香じゃない、うん、綺麗綺麗。これほぐすようにね、はい、ほぐすように入れていただいて、はい、その後、うん、麺が沈み、そしてさらにまた浮き上がります。はい、そうしましたら、はい、蓋を、7分目ほど閉めて、7分目ほど閉めるの、はい、完全には閉めない、蓋をして10分から13分。あらまあ、浮いてきた、浮いてきた、浮いてきたよ。そうしましたら蓋を、そんな感じですね、それで10分から13分ほど。じゃあ13分の間何かさせていただきます。もう本当に、まあ、いろいろ今俳句とか今ありますよね。今ご家庭のね主婦の方聞いてらっしゃったりなんかしてね、プロポーズあの日に帰って断りたいとか、なんかそういうのがいっぱいあるんですって。うちの妻昔妖精今妖怪とかね面白くもなってないね。悪口ですよ、悪口だね。もうこんなんばっかり、あの小話さすが1分しか持たないです。急に思い出したんで、うんうん、すいません今頭の中出てきません。よく1分も使えたなと思うなかなか難しいですよ。そうそうそう、1分ってへそくりの、へそくりの場所を忘れて妻に聞くごめんなさいね、話し方さんだから麺が茹で上がりました。はい、そうです、いきます。いいよ、いいよ、しゃ、粗熱を、まず、いいえ、洗わなきゃダメだ、うん、ぬめりを取って、お、今度は氷水です、うん、これで締めて、おほほほほほ、それっぽい ね、できました、じゃん、わ、ツヤね、ツヤツヤだね、うん、では幸子さん早速いただいてみましょうか。はい、では早速いただきたいと思います。はい、ちょっと待って、これザル、いや幸子さん思ったんですよ、僕ザルかけてこれかけたらこザル、えダメじゃん。いやだから、いや幸子さんはすごい一生懸命なんかこだわってこう盛り付けしてましたけど、そうそうそう、いや早く言ってよ。僕も飲んでて思いました。なんかほら、なんかね、ザルうどんってこうなんかいい感じじゃん、これ。あ、ぶっかけてかけるんだこれ。あ、なんか三上なんかなくてなんでもいい入れ物ない？これなんですか？これです。ほら、ちゃんとありがとうね。これをこれこのままねねねねねねね、悔しいからこの上に出てね、ぶっかけ。はい、はい、まーす。では、いただきます。なんかワクワクする、いただきます。うんうんうん、日本一かもしれない、ほんとに。おぉ、ゆうけんさん、うどんのその本当にこれだけで食べてくださいとね、ネギとか入れないのわかる、本当に美味しい。うどんにコシはあるの、すっごいコシがあるかったらそんなことはない、でもきちんとある、それから甘みがある。もちろんこのおつゆもすっごく美味しい、甘みがあって甘みと絡んで口の中に入れたらまた味変わるの、本当噛んでると味変わる、すっごい美味しい。はあ、さすがだなこれ、本当に。もう幸子さん的には今まで食べたうどんの中でも上位に入るぐらいですか？やっとすり、おお、でも丸亀製麺も美味しいよ、でもまた
それとも違う、口に入れた時と噛んでる時と飲み込んだ時また味が全部違うの。でここにあるんです。食べてみて本当に分かる。これ何にも入れない食べるの分かる。そんなに言うほど美味しいんですね。歯応えもお肉、いやこれは美味しい。いやすごいですね、大戸屋さんの湯源讃岐うどんですね。これうどん大好きの幸子さんでも納得する。納得する、すっごい美味しい。これうん、噛むよ、噛んでるし味変わるのよ、甘くなるの。ほんでそう、このおつゆは絶対使った方がいいと思う。抜群の相性だと思う、きっと、うん、いや、ほんと食べよう、みんな、うん、おいしい、ほんとだよ、うん、うん、というわけで、おうどんをいただきました。これぶっかけなんですけど、私、うどん博士、自分で勝手に言うだけいいね。どうしては人生の中、本当にベスト3、本当嘘じゃなくてベスト3に入ります。美味しいです、これ。どうぞ皆さんもよかったら召し上がってください。どんな感じか食べてみてください。ということで、前差し君、ご機嫌のお話は、これで終了いたします。どうぞ、登録よろしくお願いします。高評価登録、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 お願いします。いやもう宝物ありがとうございます。とても嬉しいです。